はい、木の店三目です。栗の板を剥ぎ合わせして、作った、テーブルの手板になります。栗の板は2枚あって、それを使ってですね、1枚を引き割って両サイドに使って、剥ぎ合わせは3枚の剥ぎ合わせにしています。真ん中にあるのは1枚で、両サイドに、あるのがもともと1枚だったんですね。この左側と右側の、まあ、虫食いのね、感じが、あと節のね感じが、すごく似てるので、その辺でもね、分かりやすいかなと思います。虫食いがすごくて、でこう節とかね、この朽ちたところがだいぶね目立ってる、板だったんですね。こっちもですね。で真ん中に使った板も、まあ上品なね感じかと思いきや、この辺がやっぱ虫食いが、こうこの辺ね一帯が、立ち木の、ね、時に作られた、虫食いなんですかね、こういう風な感じになってて、まあ、全体的にはちょっとこう虫食いが目立つね、栗の天板になってます。好みが結構ねこう分かれそうな感じの一枚板かなと思いますね。サイズの方がですね、長さが1640あります、そしてですね、こちらの端のところが870、そしてこの節がね、どんどんとこう見えるところが、ここがまあ一番広い部分になってて、ここが930あります、そして板の真ん中のあたりがちょうど900ぐらいなんですね。そして、またずっと来て、この端のところ、ここが一番狭いんですね、この端の狭いところが850というふうな感じですね。850ぐらいから、900ぐらいのね、そういうふうな感じで、まあ、テーブルの手板とすればね、まあ、十分な大きさなのかなと思います。そして厚みの方が38ミリなんですね。普通だったら大体50とかね60ぐらい、まあ、50前後ぐらいが多いんですけど、今回はね、38ミリなんですね。仕上げてすぐにちょっとやっぱり反りが始まっちゃったんですね。で少し大きく反って置いておきながらですね、まあ、表にしたり裏にしたりっていう風な感じで、結構ね環境にすぐ左右されるような感じで、反りが大きく出てしまったので、まあ、その辺をちょっとこうどれぐらいこう、安定するのかね見ていったら、大体今の時点でうちのここの環境の中ではある程度安定したのかなっていう風なところで、物差しを置くとね、大体隙間が5ミリくらい空いてる感じの、反りですね。まあそういう風な感じでですね、虫食いだらけですし、はい、まあ、節もねこの朽ちたところがこういうふうにねパテ埋めされながらね、しかも流れ節でですね、こっちもね両方流れ節になってて、この板両側の板はねだいぶ芯に近いようなところなのかなと思いますね。まあ、それでね芯割れでざっくりね割れたのを、使って両サイドに振り分けたような感じなので、そうですね、両サイドの板もそういう芯持ち材だったものをね使って、だから動いた原因はやっぱこの板がねだいぶ芯から離れたんだけど、はい、ちょっと少しね動きが大きかったかなと思いますね。虫食いの部分と節の部分とかね、その辺も、まあ、塗ることによってねいろいろこうまた見方がねガラッと変わったりすることがあるので、まあ、その辺もぜひね、見ていただきたいなと思います。はい、それではね、オイルの方を塗っていきたいと思います。まずはね木裏の方をね塗っています。木裏の方は、まあ、こういうふうにちょっと朽ちたところはですね、とりあえず止められるとこだけ止めてるっていうような感じですね。ここもちょっと接着剤のパテでね、少し埋めてるっていうだけで、実際はここにくぼみがしっかりあります。あとこの辺の割れてるところもそうですね、まあこのまま割れたまんまですね、ちょっとボロボロなんない風な処理だけしてるっていう感じになりますね。本当にこう簡単な補修にとどめてます。
はい、キューラの方は以上になります。こんな感じでね、仕上がりました。小口見てもらうと、剥ぎ合わせの方がですね、こっちがね木面使って、この真ん中の板はねキューラーを、使ってます。まあこの剥ぎ合わせの、あの方法というかね、まあ、木の動きをね表と表という感じじゃなくて表と裏でね、少しこう木の、あの動きたい部分をこう相殺させながらね、あの貼るっていう風な感じで、やってますね。なので真ん中の部分が、キューラーを使ってますね。この辺も虫ね、食べられ放題になってて、でこの パテ埋めしたところもね、あの見た目はすごくねいい感じに、補修はできたかなと思います。ここもね同じようにいい感じでね補修ができて、節のね、濃いところが残って、そしてこの節の周りの動いたところがねやっぱり少しこう目立った感じになってて、雰囲気としてはすごいいいかなと思います。表面の方だけね、仕上がりもうずくり仕上げですね。はい、多少こう手に少しねあの凹凸が、伝わるかなっていうくらいですね。そんなにこう深くはね硬い木なのであまり深くはかからないので、はい、本当にこうさりげない感じでうずくり仕上げになってます。岩手県産の、栗の剥ぎ合わせの板をねオイル仕上げしてみました。だいぶこう個性が強いというかね、本当に、まあ、本来だったらあまりこういう板をね家具とかそういうのにねこう使うっていうのはしないところをねあえて、ちょっと使ってみてね、これはそれはそれでねやっぱりこういう風な感じで、やっぱ他にはねない本当にオンリーワンな、天板にね仕上がったのかなと思いますね。はい、まあ本当に雰囲気たっぷりのね、個性たっぷり、本当に自然味あふれるね天板が仕上がったかなと思います。ご視聴ありがとうございます。